皆さんどうもこんにちは。レッドです。イティゴです。あ、これ違った。書いてない、書いてない。皆さん、ネルネルネルって知ってますか？まあそんなの常識だろ。あの、子供のお菓子のネルネルネルだろ。そう、これは子供のお菓子のネルネルネルネ。だけど今回レッドメモリーはこれを大人のネルネルネルネに変えちゃいます。ねるねるねるね。これをどうやって大人のねるねるねるに変えるの？それはだね、こちらの大人の飲み物を使って大人のねるねるねるを作っていきたいと思います。まずはパワードコーヒーブラック、次にアサヒスーパードライ、大分麦焼酎二階堂。それではまずはパワードコーヒーを使って作ってみたいと思います。ブラー、ジャーレットさん、中身を開けてください。はい。ブラー、まず中身の方はこのようになってます。まずはこの1番目の袋をここに入れよう。入っちゃいました。次にこの容器の端っこ、ここをパッキンとしちゃおう。パッキン。このトレー1杯にパワードコーヒーを入れていこう。これをこの中にイン。さあ、大人のネルネルネルの時間だぞ。なんかコーラみたいな色してますよ。匂いが、人が食べていい色じゃないですよね。次にこの2番目の袋を入れていこう。ドニュー、色が変わるまで混ぜていきます。お、ピンクになってきた。そう、すごいすごい。 お、すごい。色がよく混ざったら次に3番目のこれを別のトレーに入れていきます。おー、ラムネ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 。これで完成です。この混ぜたこのネルネルネールをこちらのラムネにつけて、あとは食べるだけだ。それではネルネルネールが完成したので、いちごさんと一緒に食べていきたいと思います。よっ、これが大人の味だぞ。ラムネたっぷりついてますよ。それではいただきます。いただきます。ラムネと一緒に食ったら結構ラムネが強いんで、そこまでコーヒーの味はしません。続いてはアサヒスーパードライ。もうね、大人になるとね、こんなちっちゃいカップちまちまこれに計測して入れるのめんどくさいだろ。だから大人の俺たちはこのまんま入れちゃう。インしてみる。インして、おい。チキンだよ、チキンだよ。トバッ、いいんじゃない。わお、もう泡立って。わお、ちょっとこれ入れすぎたかもね。これ混ぜ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 。はい、ビールバージョンのネルネルネル完成しました。これは本当に子供じゃ食べられない代物だぜ。そうだぜ、さっきのコーヒーとは違うぜ。大人になってから食べないもん。いただきます。いただきます。ヒヤヒヤ、これは味の大革命よ。うまいぞ、うん、普通にうまい。うまい。炭酸のシュワシュワはないけど、炭酸のおかげでふわっと膨らんでる。ビールじゃなくても炭酸水とかそっち系のサイダー系とかだったらありかも。続いて大分が誇る麦焼酎。じゃあこの粉末1番目のやつと混ぜていきます。麦焼酎。おい。もういろいろとめんどくさいんで、この膨らむやつとマンゴー味の魔女小袋を同時に入れたいと思います。イン、インしてみる。これはやばいな。それじゃあ焼酎のマンゴーバージョンいただきます。いただきます。俺一口目入れた時は苦味がビリッてビリッてきます、ね。苦味は確かにあるね。苦味がビリッと来た後に甘いのがドーッとくるから、この飴とムチみたいな。これ好きじゃない。そしていよいよねるねるシリーズ最後になりました。いちごさん、あれ出して。アカマムシ。このアカマムシを使って子供のお菓子を大人にしちゃいましょう。ギラ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 。そして最後は全部もうめんどくさいんで混ぜちゃいます。でもマンゴー味はまずいんで、マンゴー味だけ抜いときます。全部インしちゃえ。ではこの赤マムシをこんぐらいかな。いや、こんぐらいかな。そんなんで、いや、こんぐらいかな。そんなんでギラギラになるのかい。いや、なるよこれ。ウィー、これ大変なことになってるよこれ。大丈夫これ。大人のネルネルネールはこんなもんだよ。君は何を作ってるんだい。わがまむし。やばいやばいよ。できました。できた。いただきました。早い。それではいただきます。いただきます。こりゃいかん。
これはね、ただの赤羽虫です。結果発表、一番美味しかったのは、アサヒスーパードライ。これはうまかったですね。これはクリーミーで普通にうまかった。続いて第2位。マムシグロン。これを2位にしていいもんなんでしょうか、レッドラン。これはですね、ドリンクです。次にドリンクになっちゃうね。最終的にじゃない。最初からドリンクです。そうですね。最初から始まってません。これだったらね、息子さんでも全然いけます。息子さんでも全然いけます。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 続いて、第3位。ドゥルル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 ルこれは普通にアルコールの甘辛い感じ。まあザ、これがでも本当の大人の味って感じでした。これは本当大人の味です。大人の味です。ぜひ試していただきたい。そして最もダメだったやつがこちら、パワードコーヒー。苦いやつが普通に甘いやつと仲良くなれるわけがないんですよ。その通りですよ。普通に飲む分には美味しいですよ。このパワードコーヒー普通に飲む分は美味しいです。ネルネルネールは普通に食べた方が絶対美味しいぜ。